ゆかりさんですよ。雑貨屋に行って新しい商品を見てみましょう。どんな敵でもワンパンできる剣とか売ってないですかね。珍しいものがありそう。どれが必要かな。なんだこりゃ。あれかな、新しいレシピを追加するためのレシピ本かな。火薬の元ってあるので爆発するアイテムが作れそうだな。芸術は爆発だが錬金術も爆発だな。もちろん購入するとしてこの辺の装備品なんかもかなり質が高そうだよな。でも既製品は強化ができないのが難点で、結果的には自分で作った方がレベルの高いものになる。手間を取るなら既製品でもいいですけどね。さてあとは良さげな素材をいろいろと購入して次は何をすればいいのかな。どうやら島の各所に行きみんなの様子を見て回るようです。ボーゼン地区は前回で行ったし、ラーゼン地区とバレンツ邸ですね。まずはラーゼン地区から。よう、ライザー。あ、レント、またお父さんと喧嘩？ああ、この程度ならなんてことないって。普段は魔物とだってやり合ってんだぜ。最近は結構相手ができるようになってきたし、そのせいか親父の態度も妙な感じに変わってたよ。妙って何が？妙は妙としか言えねえが、そうだな、頭ごなしな感じが一歩引いたみたいな。怖がってるとか？あの乱暴者がまさかな。でも俺が島の外を出歩いてるとか竜を倒したとか噂は聞いてるだろうし、なんか思うところがあんだろうよ。向こうが引いてる間にどんどん強くなってやるさ。レントも強くなったものだね。ウクヌシにも見習ってもらいたいところです。それでは次、バレンツ邸ですね。クラウディアに会いに行きましょう。の前に、旧市街で島の人のクエストを確認してみます。ここには、染色屋のおっちゃんがいるんです。そんなにじろじろとクラウディアのことを見るんじゃありません。クラウディアのことを見るぐらいなら、ゆかりさんのことを見なさい。今回はおしゃべりするだけでクエストクリア。染め物屋が再開すれば服の色を変えられたりしないかな。そういうお着替え要素があるといいよね。それではバレンツ邸。ごちそうさま。それじゃたまには家に帰って農作業でも手伝いますか。ライザ、ちょっと聞いてもらっていい？いいよ、聞くって何を？私のフルートのこと。フルート？最近はみんなの前で演奏しても肩の力が抜けてていい感じだよね。ありがとう。でもまだお父さんには話せてないんだ。聞かせてないじゃなくて、まだフルートを吹いてることも話せてないの？ここまで隠し通すのもすごいけど、そろそろ聞いてもいいかな。どうしてそこまでお父さんに隠してるの？そうだね、実はお父さんは私がフルートを吹くことに反対なんかしてなくて、私が勝手に隠してるの。え？私のお母さん体が悪くて遠い町で療養してて、小さい頃は私もお母さんと一緒に暮らしてたんだ。フルートの基礎はその頃お母さんに教わったの。今よりずっと下手だったけど楽しく吹いてた。
何年かぶりに行商から帰ってきたお父さんを加えて3人だけの演奏会をしたこともあったよ。行商人さんって年単位で家族と別れなきゃいけないんだ。うん、何年か前私もお父さんと旅をする側になってお母さんを置いて対象に加わったんだ。旅に出たばかりの頃は私も隠したりせずフルートを練習してたんだけど、そのうち気がついたの。ん？私のフルートを聞くとお父さんがとても悲しい顔になるって。え、どうして？3人で開いた演奏会を思い出させてしまうのかも。お母さんと離れてる寂しさをかきたててしまうのかも。そう思ったら私はお父さんの前でフルートを吹けなくなった。クラウディア。それからずっとお父さんに隠れて一人で練習するだけだったんだけど、ここで私たちに出会った。うん、ライザたちと過ごして、あの異界の夜、演奏を聴いてもらったみんなの顔を見て感じたの。私の演奏は人を慰めることができる。だからいつかお父さんにも音を届けて悲しさを晴らしてみせる。決意表明ってやつね。うん、応援するよクラウディア。親になかなか言い出せないことってあるよね。ウプ主も3ヶ月前に原付を買ったのに親に言ってないもん。未だに自転車で通勤してる体になってる。さて、これで要件は全て済んだかな。3つの地区に行ったらアトリエに戻れとありますね。じゃあ戻りましょう。まだタオと話をしてないですよね。タオ、何熱心に読んでるの？ああ、ちょっと待ってね。区切りの儀礼はああやって終わりと。うん、ここんとこ家の古書を分類してたんだけど、だんだん分かってきたことがあって。へえ、分かったって何が？どうも僕のご先祖様は何かの儀式を取り仕切る役割をしてたみたいなんだ。儀式って麦狩りのお祭りみたいな？どうだろう、お祭りそのものの記述はほとんどなくて、儀式場の補修とか管理の手順ばかり載ってるんだ。ご先祖様って雑用係だったんじゃないの？こらこら、まったくライザにはこの知的な作業の面白さがわからないんだよ。ごめんごめん。それでクリント王国の人も神様へのお祈りとか麦狩りのお祭りをやってたの？さっきも言った通り、お祭りの記述はほとんどないんだ。ただああしろこうしろって意味の指示を出す仕草がだいたいどこにも載ってるから、これをマスターしとけば全体の理解が早いかなって。古書の解読ってのもただ読むだけじゃ済まなくて大変なんだね。レントとタオとクラウディア、それぞれの成長を感じ取れますね。そしてライザも成長、新しい錬金術のレシピを覚えた。火薬が作れるようになったぞ。ドッカーンと行きましょう。新しいレシピということで、どんなレシピか確認してみますか。どれどれ。あれ、そもそも起点となる素材、白煙積みなるアイテムがないじゃないか。そんなアイテム、見たことも聞いたこともないぜ。ということは、既存のレシピから進化させたレシピで作る、錬金術アイテムということだな。作るのは大変そうだな。よし、やめよう。諦めが早いゆかりさんであった。といったところで、今回はここまでです。ではでは、See you!